カネさん、現在時刻がですね2時15分ですね、深夜、はい、20時24分です。今からネットで稼ぐ自分を実現するためということで、まあ思い立ったら吉日というかそういう言葉がありますけど、思い立ったら今ですね、この瞬間、この瞬間、あ、鉄は熱いうちに打てってありますけど、熱い時に一番そう思った時に行動できないってことは行動できないんですよ。だって一番熱い時に自分の感情が一番高ぶってる時に行動できないってことは、もう感情下がるしかないじゃないですか。だから感情は下がるものなんで、感情が上がりっぱなしっていうのは薬飲むしかないですから、薬物やるしかないですよ薬物やるしかないです。だから感情が上がりっぱなしはないです。なんで上がった時にやるってことですね。うん。で、あと僕のマインドセットの中では辛い時こそやるっていうのもあるんで、辛くてもやるっていうね。だから僕も今もう寝たいですけど、だけどやるっていうね、それは僕の中でそういう思考回路があるってことですね。辛いからこそやるっていう、で辛いからこそやることによって、自分の自信にもつながるし、自分のスキルアップですよね。例えばドラゴンボールで言うならば、サイヤ人って修行しなくても死に際から復活するとレベルアップいきなりしてるんですよ。いきなりもう死にそうになった時先頭飲むといきなりレベルアップするっていうね。あれも鳥山明さんうまく表現したなと思うんですけど、要は限界値を超えない限り限界が上がんないんですよ。そうじゃないですか。限界を超えてやるから限界値のこのキャパが上がるんで、限界を超えないでそのキャパを上げようっていうのはそもそも理論から外れてやると僕は思うんですね。自分の許容範囲でやって、許容だ、例えばこのフレームがあるじゃないですか。このフレームの中でやってたら、このフレームの中はできるけど、こっから上に行かないですよ。だからこのフレーム自体のを大きくしていくんであるならば、そのフレームをぶっ壊さないといけないですよね。ぶっ壊して新しいところに行かないといけないですから、じゃぶっ壊すために限界突破して ぶち抜くしかないですよね。うん、それしかそのなんだ突破できる方法は僕はないと思うんで、自分の、限られたフレームの中で動いてたら、その限られたフレーム内でしか動けないです。でももっと大きいフレーム、大きい収入を得たいんだったら違うフレームにゾーンに行かないといけないんで、ぶち抜くしかないですよ。それを破壊するしかないんで、破壊と創造ですね。うん。だからまあそこはまあなんだろうな、ここにまあ恥をかくこととか他人の批評を恐れないこととかありますけれども、まあそういうところがあるからみんなこのフレームで収まってるんですよ。他人の目とか。いや、そもそも他人の目を恐れるってこれね、違う側面で考えるとなんか変なことなんですよ。いや、そもそも他人と違う収入を得ようと思ってるのに他人を恐れないってなんかおかしくないですか他人を恐れてるとかね、なんかおかしいですよね。そもそも他人とは違う人生を送りたいわけじゃないですか。だから他人から何か言われるのは当たり前なんですよ。だって他人と違う人生を送りたいわけですから、他人と同じ収入じゃなくて、例えば月100万とか200万稼いでいくってなったら、他の人、一般のサラリーマンでは到底到達できない域なわけですよ。だから到達できない領域に行くってなって行った場合、言われて当然なんですよ。そんなの怪しいことやってんじゃないかなとか、なんか変なことやってんじゃないかなって言われて当然ですよ。それはだってこの人たち、ここのフレームの人から見たらこっちのフレームの人もう雲の上ですから、うん、そう思われて当然です。なんか言われて当然です。でもそれを恐れてたらそっちのフレームにはいけないです。もう一般ピーポーのフレームの中で生きるしかないですね。一般ピーポーの世界で、うん、別にそれが悪いって言ってるわけじゃないんですけど、それを超えたいんだったらそこは脱出しなければ無理です。無理です。だって芸能人とかもそうじゃないですか。有名になれば有名になるほど叩かれるんでそれはしょうがないことですよね。で、それはみんな芸能人じゃないからです。みんな表に出てないからです。みんなが芸能人になったら誰も言う人いないし、あ、それが当たり前になるんでそれ言われないですけど、だから今なんかはネットビジネスは昔に比べると YouTuber とか出てきてますから、ヒカキンさんがね詐欺なのかっていう、まあ、どう考えても稼いでるじゃないですか。だからもう認知度、ネットで稼ぐっていうのがね、なんかそのね、小学生ランキングでも YouTuber になりたいって2、3位になったりとか、
なんかもう昔に比べると、そういうのはなくなってきたのかなとは思いますけど、はい、だからまあ今すぐやりましょう、今すぐです、はい、ということで、今回はアンケートご協力ありがとうございます。